前回失敗したのは、スモールリグさんのですね、この道具ですね、これを使ってやったんですけど、パカッと開くあのドアが引っかかって、これが開かなかって、ピンが刺さらなかったという結果になったんですけども、また新たにですね、購入してみました。ナイスリグさんというね、どっちがパクリでどっちがパクられたのかちょっとよくわかんないんですけども、まあこれを使って止めれるかどうかを検証してみたいと思います。よし、早速これね、取り付けていってみたいと思います。まずここをね、取って、よいしょ、ゴムがついちゃって、傷ができないように傷防止のパッドがついてますね。緊張の一瞬やね。ここへこうつけるのかな。あ、入った入ったよっ、うん、これで蓋が蓋開く、やった。蓋いきますよ。前のはここに当たってね、引けなかったけど、開いた、よかった。開きました。あ、いいんじゃない、質感とかも。じゃーん、なんかここにもいろいろつけれそうですね、この穴、ここに、ここへ、あ、いった、おー、いいね、ここへこう入れると。やったー、できました、できました。案外かっちりはまりました。こんな感じに、こんな感じにここがはまって、ほんでここでネジ止めされてますね。ネジもぴったり止まりまして、結局ぐらつきなくかっちり止まりましたね。ガタつきもない状況です。で、わかるかな、ちょっと隙間が本体と空いてるので本体に傷がつくこともなさそうですね。ナイスリグさんだったらα6600にマイクが取り付けられます。ナイスリグさん、これ売れるかもしれないですねこうして、はいどうもーが、これでやっとできるわけですね。はいどうもーってね、しかもこれが、よこしょと、まあ若干被るけど許容範囲ないかな。ね、当初は、こっちにこうつく予定だったんですけども、まあ、ちょっと難しいので、ちょっと避けてつけたって感じですね。まあ、なんとか大丈夫かな？見えるかな？あ、見える見える。うん。いいんじゃないでしょうか。うん。いいと思います。よかった。つきました。イエーイ。これタイトル画面にしようかな。やっと α6600 にも、ショットガンマイクがつけれましたので、皆さんもぜひ、お試しあれということで、スモールじゃない、スモールリグじゃなくてナイスリグさんっていうね、よかったら皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じです。まだ僕チャンネル登録者が1000人いってないので、リンク貼れないんですけども、まあ、ナイスリグさんで検索してもらったら出るかなと思いますので、どうぞ皆さん使ってみてはいかがでしょうか。こんな感じです。じゃん、感かぶってるけどね、まあいっか。はい、そんな感じでした。長々とありがとうございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。いいね、評価、それからコメント等いただきましたらですね、めっちゃ嬉しいです。そんな感じです。またの機会にお会いしましょう。バイバーイ。